ムスタファ二世は、オスマン帝国の第二十二代皇帝。メフメト四世の息子で、アフメト三世の兄、位。マフムト一世、オスマン三世の父。ムスタファ二世は1664年にメフメト四世と、ギルヌシュスルタンとの間に生まれた。1675年には、弟のアフメトと共に活稽を受ける。この時に祭りも行われており、20日も祭りは続いた。 ムスタファは、父ヤカーラとエディルネで過ごして、幼少期から、イスラム教幻覚主義のカドゥザーデ派の指導者である、バーニーと、バーニーの娘子である、フェイツラーエフェンディラによる教育をアフメトと共に、受けていた。父の退位後はカフェスに遊兵される。1695年に死んだ叔父のアフメト2世の、後を継いで即位した。当時大トルコ戦争で、オスマン帝国へのオーストリアの進出を阻止する。 必要があった。まずムスタファは当時失脚していた自身の指示であるフェイズ・ラー・エフェンディを中央に戻した。また和平の方針を転換してアラーがムスタファ2世のことをカリフに認じたと言って聖戦を宣言した。一説には聖戦を宣言したのはカドゥザーデ派の影響とも言われている。ムスタファはバルカン半島南部に迫り来る新生同盟軍を食い止めるため、 大宰相にエレマス・メフメト・パシャを任命して、1695年6月にエディルネを出て、9月にルゴスの戦いで勝利し、戦果を上げた。1696年に、再び申請しに生きシしの戦いと、ジェネエの戦いで勝利し、ティミショアーラを占領した。さらに、ハンガリーの再征服に乗り出すべく1697年にも神聖をした。しかし、 プリンツ・オイゲンに、ゼンタの戦いで大敗北を喫し、大最相のエレマス・メフメト・パシャは戦死した。さらにアゾフはロシアに占領され、勝利への道が閉ざされたため、和平の道へと進むことになった。1699年のカルロビッツ条約により、オーストリアにハンガリーとトランシルバニアを、ベネツィアに、モレアを、ポーランドに、ポドリアを割上した。また、 1700年にロシアともコンスタンティノープル条約を締結。1696年にピョートル一世が奪った国会沿岸のアゾフを譲っている。1697年から大宰相に就任してカルロビッツ条約に調印したキョプリュル家出身のキョプリュルヒュセーンパシャが戦後構造改革に乗り出した。ムスタファは17世紀以降飾り物であったスルタンの地位を改めようとし、 ティマール製、オスマン帝国の騎兵、そして世襲されたイエニチェリを改革しようとした。しかし、ムスタファ2世の側近で、イスラム教長老のフェイズラーエフェンリとウラマーラ、保守派の反発に遭い1702年に、辞任、1703年に、首都イスタンブールからエデルネに移り住むと、フェイズラー中心の側近政治に反感を抱いた、イエニチェリと商工業者らの間で不満が高まった。 1703年、オスマン帝国はグルジアへ遠征する。当初は優勢だったが、グルジアに派遣される予定だった200名の騎士らが、給料の未払いを理由に、グルジア遠征を拒否して、イスタンブールを出て、エディルネで、ムスタファへと上層。これに、ムスタファ二世に不満な家にチェリ、交換、裏マー、商人や職人らも加わり、6万人もの大集団となり、フェイズラーの悲鳴を求めた。 さらには、エディルネの守備兵までもがそれに同調してしまったため、フェイズラーは罷免され、その後殺害され、ムスタファ2世は退位、弟のアフメト3世に定位を譲り遊兵され、間もなく死去。ありがとうございます。